はい、こんにちは。12月3日水曜日の日替わり竹部でございます。さて本日の東京市場ドル円相場でございますが、119円台の前半に乗っかっているというところで119円の50銭水準目前まで行ったんですが、そこまでちょっと攻めきれず、現在夕刻でございますが119円台乗せというような形で海外市場に、今後の、主役の座を移しているというところでございますが、さてドル円相場においては、120円水準ちょっとシンボリックな水準でございます。オプションなどの設定観測もあろうかと思いますので、さあこの水準をどんな大義名分をもってしてドル買い円売りを進めていくことができるのかどうか、この辺が今夜の、欧米市場での、大きなポイントになってくる、もしくは、週末の雇用統計に向けての大きなポイントになってくるのかなというふうにして思うんですが、さて前回の日替わり竹部で、5ドル円の入り口と出口というようなお話をちょっとさせていただきました。で本日でございますけど、現在夕刻でございますが、5ドル円、100円台の前半水準になっているというところでございます。でそれは何かというと、これ月曜日の注目指標でもご案内させていただいたんですが、今日はちょっとこの2つの資料で、ご案内させていただこうかと思います。でまずはこちら側に持っているやつでございますね。こちらはですね、オーストラリアビューロースティスティックスというような、ちょっと私、発音下手くそでございましたけれども、要はオーストラリア統計局の発表でございます。でもうちょっとアップにしてみましょうか。見えるかどうかちょっと非常に微妙なところでございますが、要は何があったかというと、オーストラリアの GDP が不調でしたと。こちらの方はヘッドラインニュースまで、出て、ヘッドラインというか、統計局がわざわざヘッドラインニュースで出してますので、皆さんもぜひご覧になっていただければと思います。でこちらの数字でございますけれども、よろしくなかったとこういうところなんでございますが、じゃあこうしたものをですね、東京というか、ちょっとアジア、あまり、大きく注目されてないことはないんですけども、ちょっと報道の仕方というのがやはりですね、こうしたフィナンシャルタイムスなどで見るとちょっと違うんですね。こちらの方、真ん中の見出しでございますけども、オーストラリアグロース、スローと書いてありますね、2.7 と、要はこちらの方は、マーケットというか、2013年以来の低成長率だったよと、GDP 2.7% 増でなっちゃったよと、なっちゃったよとは言ってませんけども、前期比の部分でも、これ先ほど、ご覧になっていただいたように 0.3% と、こちらの方も季節調整済みでございますけども、前期比では 0.3% の増加というような形で伸びが大きく鈍化してしまった経緯がございます。で資源国価格の、資源国通貨の、これ悲しみなのかもしれませんが、資源国通貨、価格の方が下落しているので、通貨の方も下落しているというところで、GDP もちょっと振るわなかったのかなというところかと思います。さてそうなりますとですね、現在、なんとか 2.5% で、政策金利維持させておりますけれども、今後ちょっととインフレ成功もちょっと鈍化してくるようで、しばらくこのままがいいというふうにして RBA 言っていますが、ちょっと金利先高感という期待はまたちょっと後退してきたのが5ドルなのかなというところかと思います。そしてそれで一方で大円がなんとか引っ張ってくれているというところかと思いますが、引き続きこの100円台前半を5ドル円が維持できるのかどうか、この辺が大きなポイントになってくるかというふうにして見ておりますので、今夜ドル円相場も1ドル120円、119円台維持させて120円までどの程度までアプローチできるのかというのもポイントかとは思いますが、欧米市場において資源国通貨などの、資源国相場でしょうかね、こちらの動きがどうなるのか、十分ご注意していただければと思います。さてそこで ございますが、今回、5ドルと申し上げたいところでございますが、ちょっと改めてでございます。ドル円をちょっと俯瞰的な形で見てみたいと思いますので、1ドル120円目前で確認しておくべきことというところでございますが、これは日足のチャートでございます。で竹部的には何を申し上げたいのかというところなんですが、ちょっと今から今年の流行語大賞も発表されましたので、もう今もうちょっとはまだ振り返るの早いのかもしれませんけども、ちょっと簡単に振り返ってみました。でよくよく考えてみますと、誰でも知ってるよそんなことだと今更お叱り受けそうでございますが、やはり8ヶ月間100円105円という一つのレンジ感の中に収まっていたのが、年末にかけて、秋からという言い方の方が正しいのかもしれませんね。8月の下旬9月からポンポンポンとテンポ良くなってき、ドル高円安が強まってきたというところは、改めてですね、急テンポだ
ったということを改めて再確認しておく必要性があるんじゃないかなというふうにして思いました、まあ、マーケット達成感という言い方はちょっとナンセンスかもしれませんが、やはり120円という一つシンボリックな水準、ポンポンポンとこれを年内超えていくことが果たしてですね、クリスマスも控えて、クリスマスキャロルが聞こえてくるような、時期になってきて、果たしてそこまでマーケット盛り上がっていくのかどうか、長期的な観点では竹部的にはちょっと繰り返しになりますが、一つの通過点でしかないと、120円は一つの通過点でしかないというふうにしては見ておりますが、120円をボン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 年内に超えていくのかというのはちょっととクエスチョンマークでございます、まあ、そうした意味では仕込み時期であるとはいうふうにして思いますが、どちらかというと短期程トレードに徹する時期なのかなというふうにして思います。8ヶ月2ヶ月そして、105円110円の間が2ヶ月、そして110円から115円の時には、ハロウィン緩和、まあ、10月31日の日銀の QE2 の緩和をもってしてわずか3日間ぐらいで110円から115円まで上がったと、5円幅1で上がっていきましたが、まあ、今般の115円から120円にを意識する流れの中では約現在1ヶ月かかっておりますが、5円幅でのこの上下限というような、まあ、これ勝手な見方ではございますけれども、現在一つの上限に来ているよねというところは、十分意識しておく必要性はあるのではないかなと思います。9月においてはこれは安倍内閣の第二次政権、2回目の、まあ、改造内閣があって、 GPIF の積極派の塩崎さんが、まあ、厚労大臣になられたよというような時でありました。この時から、まあ、それに相まってでございますけれども、円が今安いというふうにして思ってないよというような黒田、日銀総裁の発言があったりだとかというようなところでポン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 ドル円相場が買われていった。そして、今後ちょっと注意をしていかなくてはいけないのは、まあ、今夜からであるのかもしれませんけども、10月だったかと思います、非公式の公認、非公式会議という言い方なんでしょうかね、グループサーティーというような、まあ、かなり要人だけが限られた会合があるんですけども、今日ちょっとしたヘッドラインニュースに、本日の今日3日でございますけども、4日から7日まで黒田日銀総裁もその会合に出席なされるというようなニュース出ておりました。でちょっと思い出してみたんですが、10月ですね、その、非公式会議にイエレン FRB 議長が出席なさった時の発言というのがポロリと出てきたのは、世界的には景気減速懸念あるかもしれませんけども、アメリカはずっと景気の成長性は持続させられるというふうにして私は見てますよというような発言があったということがポロリと出ておりました。その辺が確か10月だったというところでございますので、この持続性というものがやはり、まあ、現在は選挙期間中でございますので、円がぶらされているからというふうにして EU 一方でドルが強含んでいるというところ、でこの辺のですね、ドル円相場本当に難しいところでございます。円のセンチメントも大事なんですが、ドルのセンチメントというのもこれですね、改めてですね、これ再認識しておく必要性があるのが今なのかなというふうにして思うところでございます。さてそこで、本日は水曜日でございますので、今回は初心者が陥る為替の罠、円安何の通貨に対してというところでございます。ちょっと上げ足取りなのかもしれません、まあ、普通に今円安だねと言ったら、一般的には対ドルでドル円相場がドル高円安になってるねという言い方で、まあほぼほぼそんな上げ足取るなよ竹部はというふうに叱られそうではございますが、まあ、為替を厳密に見ていった場合は、まあ、ここ5日間日ぐらいでございますけれども、決して円安全面円安になっているわけではないよというところは十分ご注意をしていただければというふうにして思います。こちらのグラフはですね、実は本日のリキアの FX 道場ブログの方でもちょっと実はご案内させていただいているんですが、やはりコモディティ通貨というんでしょうか、資源国通貨というのは大きく下落しているような経緯がございます。で、今夜でございますけれども、22時15分ですね、米国の ADP 全米雇用者数、これが予想数値22万人で、マーケットこちらの方に注目しております。週末の雇用統計前の前哨戦になるなというふうにして言われているんですが、実は24時にバンクオブカナダの政策金利会合がございます。これ深夜の24時なんですけども、さてここ最近の資源国通貨の下落に合わせて急にサプライズな発言が出てくるのかどうか、まあ、基本的にはまあこれ月曜日の今週の注目指標のところでもないかなというふうにしては申し上げたんですが、先ほどの豪ドルも含めてでございます。資源国通貨と言われる国の中央銀行、ちょっと原油価格資源相場全般的に下がっている中で金利成功
に対してちょっと弱気な姿勢を見せてくるのかどうか、これちょっとサプライズになるかもしれませんので、こうした資源国通貨全般でございます、お取り組みの方は円買い戻し、円買い圧力が高まってくる可能性もございます、あくまでも可能性でございますが、その辺は十分注意をしていただければと思います。で一方でじゃあ円安ドル円はどうなのというような話になってくるかと思いますが、こちらの方も非常に難しいところでございまして、明け方の朝4時でございますけれども、米国の地区連銀経済報告、いわゆるベージュブックというのがございます。でこの4時においてでございますけれども、ここ最近の米国の景況感に関して各地区連銀がどういった報告をするのか、そうなりますと12月の中旬になりますけども、 FOMC 17日だったでしょうかね、 FOMC において、まあ、急に金利がうんぬんという話にならないかとは思いますが、イエレン FRB 議長が、の、まあ、一つの、前向きな姿勢につながってくる可能性もあるかもしれません、そうした地区連銀からの報告というのをこれ十分ご注意をしていただければというふうにして思います。非常にですね、雇用統計を前にして本来でしたら、なぎになるのかもしれませんが、実はドル円以外の通貨というのはアンダーザテーブルで、かなりファインティングポーズを取りながら、ぶつかり合っているところでございますので、ドル円以外の通貨ペア、こちらお取り組みの際はですね、十分ご注意していただければというふうにして思います。以上、12月の3日水曜日の日替わり竹部でございました。